今も地方に残る木賃宿木賃宿は日本の宿泊施設の種類の一つ。本来の意味は江戸時代以前の街道筋で燃料代程度もしくは相応の宿賃で旅人を宿泊させた最下層の旗子の意味である。宿泊者は大部屋で寝具も自己負担が珍しくなく某花と呼ばれた宿場町の外縁部に位置した。食事は宿泊客が米など食材を持ち込み、 焚木大草等分を払って料理してもらうのが原則であった。木賃の木とはこの焚木すなわち木の代金の宿ということから木賃宿と呼ばれた木仙宿とも言う。また商人宿、職人宿などを含む場合もある。草間八重有によれば、明和年間江戸下や山崎町に2希望が初めて開業した。宿泊者は自ら飯を炊き。 焚木代すなわち木賃として、ビタ三分を支払った。宿場制度のなくなった、明治以後は、単に安価で粗末な宿泊施設や安宿を意味する、言葉となった。1887年10月13日の、宿や営業取締規則においては、木賃宿を、宿泊施設の一形態として、まかないをため、サス木賃その他の諸費を、受、け手人を宿泊。 セシムルモノと定義している。場所も、街道から、都市部の、いわゆる貧民街に増加し、労働者や、無宿人を大部屋に一人畳一枚程度で、雑魚寝させる貧民の創屈となった。明治末期に、横山玄之介、高徳周水などが、体験調査を行い記録を残しているが、室内や寝具は悪臭を放ち不潔極まりなく、のみや、南京虫など寄生虫の調量をする。 見るにも聞くにもただただ驚きをそるるの他なき別世界、光線にもかかる生き地獄のあるべきやと表現される劣悪な施設であった。宿を逆にした、土屋という言葉ができたのも、この頃である。きちん宿の中には、家族連れで、継続的に宿泊する者には、一室を貸し切り、家族であれば、何人宿泊してもよいというものもあった。年月日、 警視庁は、キチン宿組合連合会の希望で木賃宿の名称を簡易旅館に改正決定した。1932年12月末時点で全府県で営業するキチン宿は14,451件であった。東京地方では、警視庁令で木賃宿営業地が限定され、1932年中に東京の木賃宿478件に宿泊したものは、 334,138人である。この形態の木賃宿は現代まで存続し、簡易宿所となった。ありがとうございます。